今純米イタルの濁り酒を監視しております。そろそろちょっと見えんか、ちょっとブクブク言うてきております。静かに。まあ普通生酒、濁り酒なんつうのはそのまま冷やしたまんまで飲むのが常識かもしれませんが、これどうだ、10年ぐらい前なんだかな、誰かに、山形の小井川さんとこ行った時だかな、山形小井川酒造の佐藤蔵元さんとこへ行った時に晩酌一緒にいただいて食わしてもろて、生酒なんか飲んだ時に純米大吟醸を燗してみて、生の純米大吟醸を燗して飲みますなんつって言ってやったのがきっかけで、生酒なんでも濁り酒だっても燗するようになってみたと。で濁り酒燗するのかっつう話だけど、割りかさな、酒は純米、燗ならなおよしと言うた先生もおりましたんで、もう生だろうが腰だろうがそんなもんお構いなしで燗して飲んでみていいじゃないかと。うめえ、それがうめえわけだからのと、ぶつくさ言うとる間に少しずつ少しずつ来とるかな。外は強風でもうなんか大しけになっとるみてえだけど、今日は2月最後の日です。29日の午後11時半を回ったところで、はよ年なんのにな、これは今日はこれがやりてえてこう遅うまで起きて、楽しんでおります。湯気が立ってきた、少し湯気が立ってできまして、レンズが曇らんきゃいいけど、あ、少し音してきた、音がしてきたぞ。表面がちょっと泡が盛り上がってきて、グツグツ煮えるまではやられんけど、ね、まあだいたい熱燗ぐらいの設定にしてあるんだけど、あんまりこの微調整が効かんもんで、微調整が効かんもんで、ぬる燗にしようが上燗にしようがなんか熱燗になってしまうような、ちょっと壊れとるような、そんな燗とろくんです。20年間頑張っております。いや20もうちょっとだな、23年ぐらい頑張っとるかな、この酒燗機の燗とろくん。ここにはちょっと息子の小さい頃のデジカメで撮った写真がペロッと貼ってあるけどね、
まあ、その息子も24だからなって大きなってしもて、まあええわ。はい、よし、熱燗出来上がりです。じゃあこれをやってみますか。つまみはやチーズしかねえけどな。よし、はい、ということで、チャカ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 、こんな感じで、どこだよ、どこだろう、ヒューッとこうだな、こうやって。さて、よし、さあできました。もうちょいズーム引いて、よし、至る生の濁り酒、熱燗でいってみます。あ、熱いぞこれ、かなり熱いぞ。うー、湯気立っております。あちゃちゃちゃ、ここ熱い、ほんと。はいはい、ほな、いただきます。ちょ、飲めんな、これ熱くて。いい香りだ。この香りは許せます。進みます。感すると余計にあっさり、辛口が余計に辛口に変わるような感じのあっさり、うまい、あっさりしております。うん、ピリッとして鼻に抜ける香りはもう新鮮な生酒そのものそのもの、やっぱりこれ。かじる、口の中に広げる、流し込む、いやー、生濁り、すっきり辛口、辛口に変貌、変貌しました。変身です、これ。鍋にも良さそうだな。うん、これはうまい。晩酌一期一会のはずが、一期以上やっております。完全に2号は注いだな。2号はこの中入っとるし、さっきも飲んだから。こんな首掛けつけております、辺見酒造。蔵元兼当時、辺見秋政、蔵元兼専務、間違えた、これ間違えております。蔵元兼当時辺見秋政、何歳だろう、酒造り一筋、あとルアーフィッシング一筋、いや、いらんこと言わんでおきましょう。とにかく
純米至るの濁り酒、純米至るの濁り酒、熱燗で OK です。熱燗で変身します。皆さんやってみてください。はい、以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。